今さら聞けないダークウェブモニタリングの重要性ということで、事例でしたりとか、まあ、どのような企業が使っているのか等々ですね、今日お話しできればなと思っております。ではまずはですね、ダークウェブとはというところでございます。 サイバー攻撃の温床となっている秘密、まあ、裏、闇とも言いますが、のインターネットのことをダークウェブと言います。一般的な検索エンジンにはヒットせずに、ですね接続経路を匿名化する、暗号化するソフトというのを使わないと、接続ができないインターネット群のことをダークウェブと言っております。薬物もそうですし、まあ、拳銃もですね手に入ってしまう状況でございます。それが今正直日本ででの実情とというところですね 被害実例をですすねちょっっとと見てていいいきたいなと思っていますこのテロに使われたといったところでございます。日本における大規模イベントなどにおいても、ですね実はあの我々その機関です、ね、パトロールを依頼をいただきまして、でこのようなですねテロなどの予告がないかどうかといったことをウォッチをするということも、ここ数年やってたりもするんですが、まあ、実際にそういったことも起こっているというところです。であとは、ですねこのような形で美容整形クリニックの顧客情報が発見されて、データ流出が確認されたと。 っいうようなことも実際にありますじゃあこれらについてですね、どのようにリスク対応していけばいいのかという考え方についてお話しできればなと思っています。まずはですね、調査をしましょうということなんですね。そもそも今、自社のメールアドレスを使ったアカウント情報というのが、どれだけ漏れているのということはですね、実はチェックすることができ,できます、まあ、できますというか、まあ我々はできるんですけれども、することは可能でございます。簡単に言ううとととスポット調査というところ と定期監視というところですねがありますと。とまそれぞれこのような形です。 まあそれらをあのするということが重要になってくると思っています。まあとはいえ、まあ通常の企業さまでいきますと、基本的にはこの左側のですねスポット調査というところがまあメインになるかと思います。まあダークウェブ自体はあの私自身も何でしょう、その定期的にどこって話じゃないことが多いとは思うんですが、まあどこまでウォッチするかっていう話と、あとは今のこうやはりリモート中心になっていく中でのリスクって変わってきてたりもしますので、まあそういった部分ではあのまあ今日の あのお話がです少しででも役に立ってですね何かあった際にはちょっとダークウェブをやんなきゃねって思ってもらえているようであればまあ幸いかなと思っております。